ステューレポルスの骨格。ステューレポルスは上喫な赤マンボウ目。ステューレポルス科に属する一種一族の魚類。ステューレフォールス、スタイルフォルスとも呼ばれることもある。体型は細身で、同じ赤マンボウ目の竜宮の使いや、振り袖用に似る。しかしそれらの魚が体長2メートル以上になるのに対し、本種は30センチメートル程度の大きさにしかならない。 尾ひれの下部分から2体のひれがさらに伸びており、これらは体長以上の長さとなる。背びれも前方部分が非常に長くなり、体長ほどにもなる。このひれの長さが邪魔するのか、遊泳力があまりない。特徴的なのは、口の部分で、この口部分は普段は折りたたまれておちょぼ口のように、見えるが、獲物であるプランクトンや浮遊性の小型甲殻類を見つけると、 この口を一気に展開して伸ばす。展開時の溶石は縮んでいる時のおよそ38倍に達する。こうして伸ばした口で深海の中層部分を浮遊し、立ち泳ぎしながら自分の上にいる獲物を探す。目は望遠魚かのように前方へ突き出しているような要望である。この目で獲物を探す。尻びれは短く、腹気のヒレ状は一本のみ、浮き袋は持たない。 深海の中層部分を立ち泳ぎして漂いながら暮らしていると言われる。竜宮の使いや振り袖をかぬ魚類によく似ている生態だが最近の分子系統解析では赤万ウ目の魚類ではなくタラメに近いという報告もある。太平洋の深海に分布しているが日本近海には生息していない。赤万ウ目の魚類は取れることが稀であり本種も滅多に取れないために 謎に包まれている部分が多い。ありがとうございます。